ようやくたどり着いたね。向こうは小さな村を定期的に襲っている。この道を必ず通るから、そこで奇襲すればいい。肩の力を抜けばいい。すぐに来るわけじゃないからね。疲れているのなら今のうちに休むといいよ。ぼっ旅行の件だよ。僕のせいで入れなかったからね。分かってなかったのかい？重ね重ね悪かったね。何を言っているんだい。一度も頼んできたことがないのに断言しないでほしいな。君はジパングの王だよ。叶わないことは少ないはずさ。僕にだって何か望めばいい。君のワイルドなところも見たかったんだけどね。僕らには気づいていないみたいだよ。奇襲をかけるなら今しかないね。準備はいいか？じゃあ攻めるとしようか。ぼっ行っちゃう。ちょいでやります。えうずうず。なんてやるの。出ましょうか。行こうか。それ、こんな負け方。そこで。まだ行ける。お行きなさい。行こうか。怪我する。怪我した。突進だ。もう何すんだよ。生八幡。お見事。チェスト。まだまだ。あとは任せたぞ。よし、君だ。ワンアウトアイク。お行きなさい。そうね。怪我した。さあ、行こうか。これでどうかな。やりよう。お見事。服を切られただけだから心配ないよ。それよりも少し離れてくれないか。君は大げさだね。僕がいいと言っているんだから。あっ
気づかれないように隠したのに。まさか君が暴くだなんて。僕の一族は好きでこんな体になったわけじゃないのに、どうしてこんな気持ちにならなくてはいけないんだ。さて、ではそこに治ってもらおうか。見られたからには引かしておけないよ。せめて苦しまずに殺してあげる。というわけだよ。こんなことで嘘をついても仕方ないじゃないか。僕が源氏にいるように兵士にも英雄がいたんだよ。変わり者だったけど怖い子でね。その名も平の呪い。胸が平らになる力だよ。律儀なことに源氏の衆にかけてくれてね。僕だけじゃなくて源氏の血を引く者は全員さ。強力な呪いで未だに逃れた者はいないよ。向こうは平らの兵士なんて揶揄されたからね。よほど腹に据えかねていたんじゃないかな。僕の身体的な特徴については以上だ。できることならみんなにも秘密にしてほしいな。僕にもコンプレックスはあるんだよ。呪いで大きくならないと分かっているから余計にね。昔はつつましい努力を重ねて克服しようとしたものさ。その結果は見ての通り。だから特注品のパッドまで用意したんだよ。君は僕を心配してくれたんだ。腕をつかまれた時にはドキリとした。このことを知ったのが君だということは僕にとっては不幸中の幸いだね。今はこの場を片付けよう。問題は次の機会に回したらいいからね。頼りにさせてもらうよ。